さん、どちらまで？お前こそが世の中の不幸と戦うために生まれてきた少年じゃ。ガンマは人間の目を奪い、それを己の体内に植え付けて生きている妖怪じゃ。エロイムエッタイム。南海の空で旅客機や戦闘機、得体の知れない海潮に襲われ破壊炎上するという大事件がひっきりなしに起こった。巨大な化けガラスの仕業であることを知った悪魔君とネフィストは次々と魔力を駆使して立ち向かったが、数百年も生きていた化けガラスはものすごい力を秘めている。頑張れ悪魔君、負けるなネフィスト。次回悪魔君、化けガラスにご期待ください。著名な考古学者田島教授はエジプトのマーダー王朝から伝わる数千年前のミイラを手に入れ、研究のため自宅の地下室に保管していた。ある夜、教授の息子正一は無遊病者のように突然その行方をくらまし、教授もまた原因不明のままミイラの棺のそばで見るも無残な姿で横たわっていた。あたかもこのミイラの呪いにかけられたかのように、慎吾の友人も次々に行方不明になり、人々を不安と恐怖のどん底に突き落としたのだ。慎吾とメフィストは情報屋とヒンタの危機を救うべく太陽の国エジプトに向かったが、二人の行く手には想像を絶するミイラの呪いが待ち受けていた。荒れ狂う恐るべきミイラの謎はあのピラミッドの中にあるのだろうか。次回悪魔君、ミイラの呪いにご期待ください。平和な夜の海に起こる謎の事件、呪われた海の底から聞こえる魔女の呼び声に近づく者は次々と消されていく。妖怪の正体は何か。ナンパ船の影にすすり泣く不気味な女、死を呼ぶ魔女のささやき、悪魔君とメフィストの前に立ちはだかる大海魔、次々に繰り出す魔術にヒンタはついに魔女の手に奪われてしまった。メフィストの魔力で窮地を脱したのもつかの間、妖怪の魔女は再び二人に迫ってきた。次回悪魔君、大海魔にご期待ください。巨大な足で大木を踏み倒しながら近づく怪物、これがペロリゴンだ。身長50メートルの大怪獣、食いしん坊のペロリゴン。長い舌で人間もペロリ人のみ、石も鉄も溶かしてしまう恐ろしいよだれを垂らしながら悪魔君たちに迫ってきた。急を聞いて助けに来たメフィストもペロリゴンには歯が立たない。危ない悪魔君とメフィスト、さて二人の運命は。次回悪魔君、ペロリゴンにご期待ください。深夜の街道に雷鳴とともに現れたマネキン人形、白煙の中から死を招く妖怪の笑いが響き、死人の踊りが続く。人を人形に変える奇怪な妖術に立ち向かう悪魔君とメフィスト、襲いかかるマネキンの群れ、次々に繰り出すメフィストの魔力を嘲笑うように首人形が飛び交い、悪魔君はついに妖怪の手に落ちてしまった。次回悪魔君、首人形にご期待ください。